Social Democratic Party 社民党熊本県連合全国連合熊本県連合ジャーナル社民党熊本県連合が主催連携おすすめしている活動を報告します。基調講演に視察オレンジ鉄道の取り組みと課題について講師古森光義視察オレンジ鉄道代表取締役社長04自転車とのコラボ次はですねサイクルツーリズム自転車もやるのかと思われるでしょうけども今ですね全国的にこのサイクルツーリズムが話題です。さらにですねアフターコロナのアウトドアコンテンツとしましてはこれ非常に重要ですがどこもやってます。当然弊社もやってます。熊本鹿児島両県のサイクルツーリズム、推進協議会に再参画するとともにですねこの写真のようにですね電動自転車の連絡もやってます。で熊本県側はですね佐敷駅と水俣駅鹿児島県側は阿久根駅です。電動自転車というと昔のですねなんか重たいというイメージしかない方いらっしゃるかと思いますが今の電動自転車はとってもおしゃれです。こういうあの若い女性も喜んで乗るようなタイプです。で右側の阿久根駅の方はマウンテンバイクタイプになります。で、あの八代から南田敷田地域ってご存知のように非常に軽い海岸線アップダウンが多いです。ですがこの電動自転車なんですねもう楽々走行できます。もうそしてさらに利用促進のために衛生地域とこの収入プランを作ったりいろんなタイアップをして販売促進を、進めております。これにつきましてもレンタサイクルのチラシをあの封筒の中に入れておりますのでまたご覧になってください。そしてですね、下の方にちょこっと書いておりますが、弊社はですね、自転車をあのいわゆる折りたたまずに、そのまんま、もう組み立てたまんま乗せられるサイクルトレインっていうのもあのやっています。で、これまでですね、毎日9時から15時ということにしておりますから、しておりましたが、観光のお客様の利便性をかんあの良くするために、今年の3月18日のダイヤ改正から、土日祝日は終日全車両利用 OK というふうに変えました。平日はですねいくらのお客様が減少している弊社の列車であっても朝夕はあの通学生がやっぱり乗りましてとてもちょっと自転車を乗せられる状況じゃありませんので9時から15時を維持しますが土日祝日につきましては、終日 OK という形になります。で弊社の場合自転車の持ち込み料は無料です。もう乗る人の乗車賃だけということになりますので非常にお得かなというふうに思います。ガッコに平和暮らしが一番戦争はさせないそれが社民党です。 Social Democratic Party 社民党